ねえマリサ、主人公の市川とヒロインの山田は中学2年生って言ったわよね。ああ、その通りだぜ。市川と山田は小学校は一緒じゃなかったの？小学校は別だな。だが、出会い自体は小学生の時に一度あるぞ。へえ、小学生の時は山田も小さくて可愛かったんだろうね。何これでかすぎでしょ。魚住じゃん。小5の時に15センチ伸びたらしいぞ。しかしでかいのに可愛い。魚住じゃない。魚住に失礼だろ。これだけ大きいとスポーツとかでも活躍できそうだね。身長を生かしてバスケ部に入っているぞ。だが残念ながら運動神経は、ゼロだ。やっぱり魚住じゃなかったね。魚住に夢中になってる場合じゃなかった。今日は僕や場の一話からのお話だよね。ああ、漫画をベースに話を進めていくけど、ついやばなんかも引用していくぞ。ついやばって？作者の桜井のりお先生が Twitter でショート漫画などを公開しているんだ。それらをまとめてくれた本のことだな。すごいすごい。おいくらくらいするの？無料だ。無料なのが申し訳ないくらいにクオリティが高くて読み応えがあるぞ。ぜひ手に取ってみてくれよな。先生は神なの？自分の作品のアニメ放送をリアルタイムで見て下ネタが入ってるのを確認して興奮している神だ。天才と変態は神一重なのがよくわかるな。でも陸を見ると愛されてるのがすごくわかるね。ああ、真面目に言うと先生は天才なんだと思うぜ。さて、それじゃあ1話からだな。物語の冒頭は市川が教室で邪悪な本を読んでいるところから始まるんだ。本を読んでいる最中にクラスメイトの足立にぶつかられ、これである。何してるのこれ？妄想の中でめった出しだな。陰キャゆえに言いたいことが言えないんだ。ちなみにアニメだと配慮されていて、パンチが少なくなっているぞ。市川の妄想は止まることなく、数多くの人は辞めているんだ。その中でも最も殺したい人物がこいつだ。じゃじゃーんじゃないでしょ。ヒロインでしょこの子。ヒロインの山田アンナだ。市川は山田に見下されていると思っているんだ。だがその実、山田は市川のことはこの時は特別何も思っていない。もともと山田は心を許してない男子と接するのが苦手なんだと思う。ここは揚げパンうんぬんで泣いてしまうのが山田らしいな。普通の女子なら男子に言うのが恥ずかしいってシーンだと思うんだけど、だって山田だぞ。なんとなくこの子の性格が少しわかった気がする。それならよかった。話を戻すが、市川は大きな勘違いをしているということになるんだが、市川は見下されていると表現をしているが嫌われていると思いたくないのだと思う。というと、試験になるが、市川は物語の始まり以前から性の対象としての山田のことが好きなんだ。自分に言い訳をしているが、目線は山田を追う機会がとにかく多い。過去の経験や負い目もあり、逃げたり憎んだりした方が楽ということを覚えてしまっただけなんだと思う。じゃあ、市川は最初は山田の外見が好きだったってこと？霊夢よ、よく考えろ。中学生男子の気持ちを、目黒区一の美少女との評判だぞ。仮にそんな評判がなくてもこんな子がクラスメイトでいたら脳が破壊されるだろ。男子中学生のことは分かったけど、さっきからボインボイン鳴らすのは何？ボインだ。ボインボインだ。まあ、確かにでかいけど。さて、そんな複雑な思春期を迎えている市川が安息の場所、聖域と呼んでいる場所がある。それが、図書室だ。もうボインはいいっちゅうの。てか、山田も図書室によく来るの？市川の様子から察するに、今までは出入りしてなかっただろうな。なんで図書室でおにぎりを食べているんだろう？顔は絡めているところを見ると、あまり人に見られたくなかったんだろう。その後何語かわからない言葉を発し、市川が生返事をしたら安心する場面があるんだが、その場面で山田が今後も出入りすることを決定づけた気がするな。気がするって、読めたの？読めるわけないだろ。だって山田だぞ。インスピレーションは基本だ。山田が図書室に来た本来の目的はこっちだ。いやまた食い物かよ。しまった間違えた。いやまあそんなに間違ってもいないけど、本来の目的はこっちだ。研究発表用に図書室に来たのね。なんか中学生よね。体は大人、頭脳は子供なんだ。ちなみにこの研究発表は2話まで続くから覚えておいてくれよ。発表ってことはみんなに見せるやつだと思うんだけど、大丈夫なのかな。いやどう見ても大丈夫じゃないだろう。サインペンで下書きなしで直書きするし文字の縮尺はおかしいし。でもここまでだと市川との接点はおにぎりだけよね。この後どう関わるの？あ、なるほど。手か手で破ろうとしてるんだけど。だって山田だし。まあ何にせよこれで研究発表は無事に迎えれそうね。それは次回のお楽しみだな。
ちなみにアニメだとこんな感じでニッコニコだな。とっても可愛いね。なんだかんだ言ってもヒロインっぽい。お前が持って帰るのかよ。あっさりと着服に成功したな。まあうっかりなわけだが、ヒロインっぽくない。今はまだ好きという感情がないからな。好きと思ってても同じ間違いはしそうだが、ここで山田がポテチの袋をくれるんだ。お、残ってるね。お礼のつもりなのかな。嘘だろ。山田は食べ物は基本人に譲らないと思うぞ。後に市川に癒やしいとまで言われてるし。何これ。最後、空になったポテチの袋をもらったんだ。家に持って帰ってジップロックに入れて大切に保管するんだぜ。とりあえずカルテ1、僕は奪われたはここまでだな。1話目からかなり濃い内容なんだね。序盤は相手を好きということに気づくまでのきっかけが来るまではギャグ中心だな。ノリオ先生が書いているが、僕や場は距離変化気づきの3つが大事にされている。1話目は市川にとってはどれが当てはまるか考えてみてくれよな。次回は2話だね。ご視聴ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それでは次回もまた。ゆっくりしていってね。